今年スリーマーケッツはメジャーデビューします。ありがとうございます本当に、ありがとう。 ABEX から夏頃にデビューは決まりました。本当に、ね、信じられないんですけど、皆さん聞いてなかったですよね。実はメンバーにも言ってないんですよこれはなんかドッキリ的なやつ。ガチで？え？ちょっと待って。でもなんか ABEX のロゴが俺が知ってる ABEX じゃない気がする。確かになんか違うような気がする。偽物じゃねえか。あ、許可あれだろ。あれはなんか許可が下りなくて。あれは俺が書きました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、売れなかったらすぐ戻ってくるんで余裕だよ、売れなかったバンドマンっていう曲書けるから。ちょっと真面目な話するんですけど、僕あんまりこう嬉しいっていう感情がなくていたんです。そのなんか自分の力じゃないと思ってて、そのだって本当に何もしてないから、僕毎日休んでるんだよ、一緒夏休みって言って好きなことをやってさ、で音楽やっててさ、それやってくれるって言って、もう嬉しいいいわけじゃないんだけど、みんながね嬉しいって思ってくれるならそれが本当に嬉しいなって思ってるんで、よかったらまた聴きに来てあげてください。ありがとうございました。最後に1曲やります。売れないバンドマンで1曲やります。今日はありがとうございました。スリーマーケッツでした。埼玉での生活をもう十数年が経った。田舎よりは都会、都会よりも田舎、中途半端な街で中途半端な人になった。だけどそれほど悪い気がするわけじゃない。こんな僕に何も言わない。君がどれだけ怖いか。こんな暮らしに何も言わない。君にどれだけ甘えてるのか。どれほど謝ったって感謝したって、急にどうしたのっていうだけで何かあったのって疑われるだけで。チキンショー、チキンショー、チキンショー、チキショー、チキショー。あのな、いつなんて思うんだ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張ってくれ、俺。との生活ももうすぐ10年になるんだ。友達よりは恋人、恋人よりも家族。中途半端な僕としなくなったセックス。だけど全然愛してないわけじゃない。こんな僕に何も言わない。君がどれだけ怖いか。もしも君がいなくなったら僕はひっそり死んでしまうよ。どれほど謝ったって感謝したって、急にどうしたのっていうだけで。やりたいことをやれっていつだって言えだけで。
ことで僕は僕は ありがとうございました。